おい京子、京子。ここは今年の新人女優賞を決める会場だろう。俺がプレゼンターに呼ばれたからだろう。そんなのお前がノミネートされてるからに決まってるだろう。嘘ついてどうするんだよ。お前、それも忘れちまったのか。ったく、お前が最優秀新人賞だよ。そうやってさっきも授賞式で大声を上げてぶっ倒れたんだぜ。お前何やってんだよ。女優は顔が命なんだろ。夢なんかじゃねえよ。まさか本当に俺に追いついてくるとはな。そんなことで嘘をついても何の得にもならねえだろ。お前は芸能界一のいい女だよ。さすが俺の見込んだ女だけのことはある。おい京子、どうしたんだよ京子。もがみさん、もがみさん。目が覚めたんだね。授賞式の途中で倒れるもんだから俺がここまで運んできたんだよ。
別にあれくらい何でもないから。まああの男から君を奪うのに一悶着はあったけどね。ああ、彼は何を勘違いしたのか君を話そうとしないから、無理やり奪ってきたよ。今頃歯がみしてるんじゃないかな。今は誰もいないよ。さらに鍵をかけたからここには誰も入ってこない。安心して。あんたはクビになったのよ。だから今日であんたはクビ。つまりラブミーブも本日限りで解散よ。何寝ぼけたこと言ってるのよ。あんたは生放送で大失敗をこいて、あんたこけた時に大女優のスカートをつ、しかもその女優さんが真っ赤な毛糸のパンツを履いてて、でも事実だから仕方ないわ。とにかく近寄らないでね。私まであんたの仲間と思われたくないから。どうして？脅しても無駄よ。さよなら。友達になりたかったら本当に新人賞でも取ることね。
し影の輪を揺らして繰り出された靴をすり減らしながらさまよう街は黄昏て当てもなくはぐれた見知らぬ顔を通り過ぎる誰もヘッドラインぜ一人きりの旅の途中出会う景色胸が熱い